JR 東海、労働組合新幹線地方本部新幹線地方、本部の表札 JR 東海労働組合は、東海旅客鉄道の労働組合である。全日本鉄道労働組合総連合会に加盟している。なお、最大組合の東海旅客鉄道労働組合は、日本鉄道労働組合連合会の所属で、全くの別組織である。JR 東海では、 JR 東海ユニオン国鉄労働組合東海本部に続き3番目の組織人員である。当時は JR 東海労組であったが、1991年9月に執行委員長が分派活動をとって旧国鉄道力車労働組合系を含めた少数、人数と共に結成した。その後、JR 東海労組は旧東海鉄道産業労働組合と合流し、 JR 東海ユニオンと改めた。その経緯から現在でも JR 東海ユニオンとは綺麗の中である。組織人員の減少に歯止めがかかっていない。JR 東海は新卒社員の採用を積極的に行っているが、ほぼ全員 JR 東海ユニオンに加入してしまうため、新入社員の登録組への新規加入は皆無に等しい。 一企業一労働組合を標榜する JR、東海ユニオンからの切り崩しにあっており、脱退者が相次いでいる上、旧国鉄時代に採用されたものが多いことから、組合委員の高齢化も進んでおり、今後も定年退職者が出ることを考えると、今後の展望は決して明るいものではない。また、名古屋地方の業務部長が内部文書を摂取したとの自由で、 愛知県警公安参加により逮捕され、その後証拠不十分につき不起訴となるが、JR 東海から2007年9月27日付で、懲戒解雇処分を受ける。JR 東海楼は、憲法9条解悪に反対する、JR 総連を破壊することを目的とした、警察権力が、利害の一致した JR 東海と一体となって、仕組んだ邪番でありでっち上げだとして、 不当処分の撤回を求めるとの声明を発表した。その後3月19日に名古屋地方検察庁から窃盗の罪で在宅起訴され、5月27日に名古屋地方裁判所にて第1回の公判が開かれる。その後当該本人は加盟組織の JR 総連第24回定期大会で執行委員に選出された。 その後2009年4月21日に、懲役6ヶ月、執行猶予2年の有罪判決、10月5日の名古屋高等裁判所の控訴審でも控訴棄却、12月17日には、最高裁判所に上告主意書を提出。2010年7月7日、上告棄却の決定、その後12月14日に解雇無効を訴えた、民事裁判でも最高裁判所は上告棄却を、 決定した。中央新幹線に対しては、1、国民的な議論、合意形成がないこと。2、膨大な債務を抱えたままの建設、運営は無責任。3、強力な電磁波による人体、環境の影響が不透明なこと。4、社会的使命、安全性、環境対応性などについて説明責任を果たしていない。5、経営破綻及び、 経営危機のリスクが高い。ことなどから反対の立場を取っている。不当解雇処分断崖。全力で解雇撤回を勝ち取る緊急抗議声明 JR 東海労働組合中央闘争委員会2007年6月27日。ありがとうございます。